ルバムの中に隠れて思い出がいっぱい、無邪気な笑顔の下の日付は遥かなメモリー。時は無限のつながりで終わりを思いもしないね。手に届く中は限りなく澄んで君を包んでいた。大人の階段登る君はまだシンデレラさ。幸せは誰かがきっと運んでくれると信じてるね。少女だったといつの日か思う時が来るのさ。木漏れ日のような眩しい思い出がいっぱい、一人だけ横向く記念写真だね。恋を夢見る頃、足を止めて時計の音気にしている。少女だったと懐かしく振り向く日があるのさ。大人の階段登る君はまだシンデレラさ。幸せは誰かがきっと信じてるね。少女だったといつの日か思う時が来るのさ。少女だったと懐かしく振り向く日があるのさ。
show you. You belong, you used to be the phone line of OC. Since I don't see for anything, you've been gone one night of bloody. Set it for the global. You're the one who's been gonna have a grand night. What? We're going to be one.浜崎さん、これはかなり面白い。ハイチュウのチュウをネズミのチュウとかけて、浜崎あみがなんとネズミになる CM。 決め台詞はハイチュウヨーグルト新発売でチュウチュウチュウ。これ多分カンヌとか狙えるんじゃないかな。浜崎さん、これはいい。みんなでハイチュウヨーグルトを食べながら記念写真を撮るだけの CM なんですけどね、浜崎さんが突然一言ハイチュウズって言うんです。そしたら全員大爆笑。これ向こうの CM のパクリですけど、バレないから大丈夫ですよ。これは絶対おしゃれ。ヒョウ柄ならぬ牛柄ファッションで浜崎さんにはハイチュウヨーグルトを食べていただきます。まあヨーグルトだけに牛モウ柄なんちゃって。コピーもズバリ、アユモウ大好きハイチュウヨーグルト。これ話題になりますよ。本当専門部や照明さんもそれこそああいう舞台スペシャルチームも演出の人たちも全部こう超一流な方々がいるんで、だからここのスピード感とこの期間であれだけの速さで、あの僕らがリクエストするライブのセットとかものを作る技術って、やっぱ日本ってすごいなっていうところが、だから本当にこうお客さんとか見ていただける方々もそうですし、それを作ってくれる人たちもやっぱその日本のなんか素晴らしさを全部こう感じて、今の自分たちがこういうなんか華々しい世界でやらさせていただいてるんで、なんかこう日本ってこういうまあ世界にまだ知られてないんだけど、これだけ素晴らしいものがありますよっていう感じで、なんかどんどんあの力まずに自然に世界にどん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 、やっぱりこう本当に日本人としての誇りもありますし、やっぱりこう日本のエンターテインメント業界でこれだけあのいろんな方々に応援していただいて、これだけあのいい成果を残せてるんで、やっぱりこの日本の文化芸能ってものをあのより多くのあのまあ世界中の人たちに届けたいよね、届けたいなっていうのは本当にあのボーカルアツシ含めメンバー全員思ってるんで。とかくやっぱりこうエンターテインメントって言われてるなんかこうやっぱりニューヨークとか、はい、なんかこう世界的にもなんかそういう、はい、あのそうですね、風潮ってやっぱりあるじゃない、はい、やっぱりそうじゃなくて日本にもこんな文化があるんだっていうことをやっぱり世界の人々に知ってもらうっていうことっていうのは、俺必ずそれを見た海外の人から日本人に対してやっぱり親しみをまず感じてもらえるし、うん、はい、まあ尊敬をもしかしたら、はい、あの感じてもらえるかもしれないし、うん、まあ、ますますあの日本をね、はい、あの元気にするために頑張っていただいて、はい、あの僕もちょっとうまくいったら、はい、ぜひあのちょっと違う立場で、あの政治の世界って本当僕らは難しくてわからない部分とかあるじゃないですか、はいはい、だからなんか逆に伊藤さんこうそういう世界に行って、うん、なんかこう教えていただきたいこといっぱいあるんで、うんうんうん、なんかそういう意味では昔から本当に売れない頃からいや、俺ずっと売れないままで終わっちゃったんだけどあのだからなんかすごいクールジャパンって言葉、うん、皆さんご存知ですか、はい、クールビズじゃないですよ、はい、ねあのだから、はい、要はその日本の文化っていう、まあ、ファッションとかそれから、まあ、食とか、うんうん、あとはいわゆるその君たちもそうですよね、いわゆるその日本のエンターテインメントっていうものをどん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 その海外に、出していく仕事っていうのを決意をして、うん、今回政治家になろうと決めたんです。はい、はい、あ、これやばいねただ覚えてるのが、うん、その出るまでそのなんていうんですか、ウィナーイズバーンって出される、はいはいはい、時に、はい、もうその裏でヒロさんにエグザイルになって欲しいって言われて、え、マジで、はい、でそのままもう時間がなかったんで衣装をババって着せられて、でパンと押されてここに立ってって言われてポンって立ったんですよ。へー、でひょこって上げられてパンって照らされたんでうわーみたいな成り上がったらしいですよ。こちらサバマフィンになります。はい、わー、います、この感じ。サバが結構はみ出す感じでこう。たっぷり入ってますね。すごいですね、サバ感。お好みでこうサバにレモンを絞っていただいて、かぶっと。あー、はい、やっぱレモンを絞る食べ物っていうのはやっぱりこう何かこう臭みがお好みですよね。サバマフィンの味はどうなんですかね。湯気出てますよ。うん、
あの思ったよりトマトとこのマフィンには合ってるかなっていう。食ってみる。ちょっと。はい、お願いします。いや、4つぐらいいったんですよ。はい、ありがとうございました。素晴らしいですね。素晴らしいパーソナリティ。自然に話しちゃいました。自然に話しちゃった。確かに、ね、深くこう掘り下げていくってなった時に今の書いていただいたような後はとか、後は分かりました。後はこの話に来てんじゃねえんだよって思った時は後は。店長さん、あとはテクニック本番でも使ってみてください。現在カフェスタッフとして運営にも携わり、忙しくも充実しているという彼女。しかし恋愛は、20代はずっと仕事だけだったので全然恋愛しなかった。もったいない。でそうだろう、ね、12年くらい来たのよ。もったいない。20代は恋愛をする暇もなく仕事漬けの毎日。そして気づけば30歳に。甘えるとか頼るとかっていうところはちょっとこう苦手かもしれない。甘えるの苦手なんだ。長女なんですよ。で弟が2人いる環境で育ってるんで、どっちかというと私がしっかりしなきゃみたいな感じで、可愛いお姉ちゃんというよりもこう舐められちゃいけないっていう感じがあったんで、男の人と会う時もやっぱこう男の人に舐められたくないっていうのがあって、ちょっと強気で気張っていつもいたりとかするというか、自分を可愛く見せるとか、そういうのがちょっと苦手分野で。そんな梅沢さんに堀ちえみの婚活テクを伝える。すごい大事ですよね。結婚するためにやっぱ確かに知りたいかもしれない。聞いてみたい。と家族のためにでこう使う何か。